ございます。あ、もう終わったとこ。うん、それから消毒とあの任務をやろうかと思っとる。キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、チョコレート、オクラ、お花、うん、ありがとうございます。トマトが次々となっております。オクラ、寒冷舎が外されてさっぱりしております。あんなにちっちゃかったのにもう腰ぐらいまで大きくなりました。今収穫し終えたところですけども、次々となっている様子がご覧いただけると思います。そこ花も咲いてる。この辺すごい土地余っちゃってんな。じゃがいもがあったとこ、そこがシソとバジルで、ここが玉ねぎがあったとこですね。花が咲いております。ビワ田中は本当に支柱を超えない。全然様子が変わらないですけど、まあ枯れてもいないのでそっとしています。さつまいもの方も、順調に大きくなっております。これロウバイだけ切っても切っても大きく復活してきています。こちらはブルーベリー、草が草が生い茂っています。次々と、お、実がなってる。これ収穫したい、収穫したい。でもこの草の中を突き進まなきゃいけない。やばい、まずい。あー、そこもなってる。わあ、なってる。すごい実が大きいですね。取れた。なんか傷ついてます。やられたか。草引かないとちょっと厳しいな。レモン、レモンも順調に実がついています。かわいい。レモン美味しいので助かってます。レモングラスとディル、フェンネル、イタリアンパセリ。切って虫が出ちゃうんで切ったんですけど、お花咲いてますね。お、アシナガバチも来てます。アシナガバチも花の蜜食べるのかな。虫を食べるイメージだったんですけど。で、スイカ、スイカも順調に伸びてはいるんですけど、実が全然つかないので、ちょっとつるの長さを調整して、こうどんどん伸ばすよりも実をつけるようになってもらおうという作戦になりました。アスパラガスのとこすごい草刈ってある。すごい草まみれだったのに。アスパラガスしばらく取らない期間を設けて最近取り始めました。とても美味しいです。柿も順調に大きくなっております。こちら千日紅とコスモスです。この2つはダイソーで2個で100円の種でしたが、こんなに大きくなってます。ちくりかぼちゃ、なんかねちょっとつるが傷んでるっていうことでカットされたみたいです。ただ実はしっかりなってくれているので期待できています。次がね、つる伸ばし放題なんだけど、全然実がなってない方のスイカです。で、あちら奥、シャインマスカットも順調に伸びています。そろそろ誘引してあげたいぐらいですね。草が本当にすぐ生える。で、花、いろんなものあります。こっちのアスパラガスも、お、アスパラが見えるように草が刈ってあります。すごい努力だ。おお、ある、アスパラガスが生えております。これは美味しそう。こんな感じかな。で、よくライブ配信をしているのがこっちですね。大根、ズッキーニ、ズッキーニね、なんかなるたびに腐っちゃって、あれも多分腐っちゃったんだろうなっていう感じです。ピーマンは次々と取れております。非常に安定した供給をしてくれています。ナスもです。キュウリも取れまくっております。あ、ニモイルですか。今いい感じのアスパラ見つけたけど、アスパラは稲田様1本だけ取ったで。これとか、あ、いいねいいね、取っていい、うん、よく買った。これはちっちゃいね、どこ
なとこれはジャッジ。これは一応取ったけど、そんなに金額高かったけど、これが弱ってる感じ。それはあのクニ君が言ってたことなんで、私じゃないです。そうなんだ、はい、そっか、それ失礼。どれだろうって私も今見てました、うん、分かんないです。スイカとかそういうのもみんな、うん、靴は取ったけど、端っことか、うん、なんか新しく植えたって言ってたとこが分かんなかった。なんか植えたって昨日言ってた。私、うん、花すごいな、うん、あそこに4つのちょんちょんちょんと花が植えた。お花、うん、あの、うん、ユリのでっかいやつだよ。あー、なるほど。うん、あとあのハウスの中で秋のキュウリの種をまいた。あ、もう見てきます。おお、ハウスも寒冷車が引かれました。お花とアスパラガスと、そう、これね、失敗しちゃったみたいです。パッションフルーツ残念、死んでます。お、なんだこれは、ブルースターだ。あ、発芽したんだ。めちゃくちゃ時間かかったな。2ヶ月ぐらいかかったかな。あ、これですね、キュウリ7月3日と書いてあります。新しい種、秋キュウリらしいです。あれ、いなかった。蚊がすごい。新しい花の種も植えられています。花もね、すごい次々と咲いておりまして鮮やかです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。またねー。